以上授業科目案内ですこの時間は2023年度教養学部で開講の人間と文化コースの専門科目樋口一陽の世界をご紹介します主任講師は放送大学島内裕子教授です島内教授に科目についてお話を伺いました島内先生よろしくお願いしますよろしくお願いします あの樋口千代というと、もう本当に五千円札でおなじみですよね。で、まあ、あの竹くらべに代表されるように、小説家っていうイメージがあるんですが。実は、和歌も多く読んでたんですか?。はい。 和歌は口一のの教養の基盤になってますねあの萩野の屋っていう歌の塾にね通いまして<っ>萩野屋はあの当時は上流階級のご婦人や令嬢が集うそういう華やかなサロンみたいなね<っ>塾だったんですけども一応はそこに入って。 で和歌を学んだり和歌を学ぶってことは古典も学ぶんですね、うん、萩根屋では毎年年の初めといっても2月なんですけども8回っていうのがありましてね、はい、そこでみんなが集まって歌を読み合うそしてそこで投票して一番を決めるみたいなね一応はまだその前の年に入ったばっかりなんですけども一番を取るんですね。うん、こういうい歌ですウチナビック 柳を見ればのどかなるおぼろずきをも風はありけりのどかなおぼろずきをが出てるわけですね。そうすると「あ風が吹いていたんだな」っていうことに気がついたっていうことである意味分析的なねちょっと知的なものなんですね。えー、あの 一応は萩野屋で文学的な教養の基盤っていうのが身について一応はまあ25歳あの数えですけどもね今風に「ンで言ったら24歳で亡くなるんですけれども。 亡くなる近くまでずっと萩野家には通い、はい、またあの自分も和歌を教えたり古典を教えたりっていうふうなことをずっと続けてたんですね。えー、和歌文学とととのつながりは一応にとってとても大事な ことです一応の小説だけを対象にしてるんではなくてっていう、はい、そういうつもりで「樋口一葉の世界」っていうふうに題名をつけてみたんです。 すると、そういう和歌ですとか、樋口一葉が書いたさまざまなものを見つめながら、一応文学を読み解いていくという。ことなんです、ねえー、あの、そういうふうにしてみました。はい。そうしますと、やはり一葉が決して小説家っていうふうに。の中に入りきれないね。うん、非常に大きな広がりを持ってますし。えー、いわゆる文学的なジャンルでいうと、和歌。 っってていいうのは因文って言いますけどもねそれに対して小説は3文和歌、はい、と小説両方ですねそれをあの身につけて自分の表現手段としていたで日記もね詳しく書いて<っ>そういうのがみんな今 私たちがあの一応の書いたもの全集もありますし、また文庫本なんかではね手軽に読めるようになっている。ただ一応が書いたものっていうのはほとんどが文語文なのでね、ちょっと難しく思う場合もあるかもしれないんですけれども、うん、実際にあの自分で読み上げてみるとね、何かそのリズムとか抑揚みたいのも感じられて、も、うん、のずと意味もわかる。 いうそういうい世界ですからね完全な、えー、1,000年前のね「源氏物語」とか「うん、マクロン宗主」の世界とはまた違うでもどっかでしっかりとつながっているそういう文学者だと私は思っています。そのの井口一夫の世界 15回の講義ではどのような流れで学んでいくんでしょうか？そうですね。ええ、あの、やはり中央の人生もたどりたい、うん、で、人生をたどることが、ええ、その作品をたどることにもなるっていうことで、ええ、最初の。 四五回までは一応が生まれてからそしてその萩野屋っていうね塾に入るまでのことを割と詳しくやっています結構苦労の多い人生そうですねまたそういうイメージもすごく大きいですよね一応って言うとお兄さんが長男が早くに亡くなるそれのすぐ1年後ぐらいにお父さんも亡くなるもう一人お兄さん あの陶器の絵付け師っていうんですかねですから、まあ、芸術家、えー、あるいは職人かたって言いますかそういう人もいたんですけども、うん、結局一応がお母さんと妹の国子と自分と女状態で生きていくまあ経済的に言ったら大変でしたよね。よくあの 発行の文学者なんかさち薄い文学者であるっていうふうにねあの言われたりもしますけれどもでも日記を読んだりまたあの小説を読んだりすると一応が何かあのしっかりとした心根を持っていてそしてまたやっぱり観察力が非常に細かいですしねそれを言葉にみんな作っていって。 で和歌を読むあるいは小説を書く日記を書くと、うん、みんな一応の中では一続きの、ね、ものだったので、うん、私たちが一応は短編小説「濁り絵」とか「竹比べ」とか「大坪森」とか十三夜ってそれはよく知っていてもね、うん、それ以外のところにも目を向けてもらうと一応の短いながらもそしていろいろ苦しいこともあったとしても。うん トータルに見ると、まあ、文学者としてまた一人の人間としてもね決して「発光の女性」っていう一言にはね、うん、あの全然収まらない生き生きとした、うん、そして充実した人生を送った人じゃないかなと、うん、それをあのこの15回の中でね、うん、皆さんとご一緒にたどってみたいっていうそういうものになっていますので最初の「 四五回までは私の観点から見た組み立てになってるかなと思います。はい、その後は、はい、あの一応の小説をね書いた順番にあの取り上げていきますので、二十二作ぐらいあるんですね。現在あの文庫本までなどで簡単に読めるのはねその中の五六、うん、作ですけども、うん、一応全部に渡ってあのあらすじなどを紹介しながら、はい、そして どういうふうに文学世界を一応が広げていったかっていうのがたどれるような流れになっていますのでこれ15回聞いていただくあるいは印刷教材を読んでいただくとあ一応ってこういうことをしてこういうことを考えた人だったんだなっていうのが皆さんの心に伝わるといいなと思いながらやってきました。で 第五回では、ええ、一応っていうのはずっと日記を書いていって、ええ、その二番目の日記。若葉影っていうのを見つめるんですよね。ええ、はい。で、この若葉影を書くきっかけになったのが、うん、小説を志して。中来陶水に指示したことなんですか、ええ。そうですね。一応の日記を見ていくと。ええ、若葉影を出発点として、その前にも、身の古頃も牧野一。 っって言って言ねあの萩野の屋に入った頃のこともあるんですけれども、うん、やっぱりそのあと少し間が置いて半伊藤水に小説の指導を受けるそして新聞なり雑誌に小説を書いて、まあ、原稿料を受け取るそれによって親子3人の生計を立てるっていうそういう人生設計をね、うん、立てた。 でその時に中来透水先生、その人は当時あの朝日新聞のまあ、文芸記者としてあの新聞小説をいっぱい連載してる人なんですね。うん、ですからまあ一応もうそういう新聞に載るような小説をどういう風うに書くかっていうのをまあ中来先生から学ぶ。うん とても大きな存在ですねただ、うん、一応も未婚の若い女性、うん、だから伊藤水も若くして妻を亡くして、まあ、独身だったりしますから、うん、あの萩野家っていう女性たちの集まりみたいなあの歌の塾ではね、うん、そういう先生に習うのもいかがなものかっていうんで、うん、やめた方がいいとか言われてあまり長くは支持できなかったんですけどもね。うん 憧れと思い慕う気持ちなんかがね、いろいろな苦悩となって、えー、そういうことをまあ日記に綴ったりもするっていうね。えー、でそういう日記を読むともうそれがもう文学作品みたいにね、えー、非常に読ませるんですね。えー、だからもうやはり自分の心を日記に綴るっていうようなところから自然と 人間のものの見方感じ方っていうのも小説を書くときに反映してるんじゃないかなと思いますね第13回では樋口千代の代表作竹倉べ」を読んでいきますゆくゆくは遊女になる少女緑と僧侶になる寺の息子新女そして金貸業の祖母と暮らす翔太郎の3人が登場するこの物語は 一ますあの一葉が日田屋流泉寺でお店を開いて稼げるかなっていうんでやる、うん、でもそれもやっぱしなかなか難しくってねあの1年と経たないうちにまた本郷に戻ってくるんですけれどもね、うん、でその時にまあ身近に接した子どもたちの姿をね、うん、本郷に戻ってから描き始めたっていうんですけれども。うん 緑も複雑なあの性格があって、うん、あの年下の正太郎っていうね少年とは仲良しなんですけども恥ずかしく思ったりすするようなな相手でではないんですね、うん、それに対して一つ年上のお寺の跡取り息子の信女に対してはなんとなくもじもじしちゃったりしてそれが恋の前兆みたいにね、うん、書かれているんですね。ですから まあ難しい年代の主人公ですよね、まあ、思春期に入りかけるぐらいですよねまだ緑にしても今風にんで言ったら13歳ぐらいなんですねでその翔太郎っていうのは12歳ぐらいなんでねそういう世代の子供たちで少年から青年になりかけるそういう人たちをまあ主人公に 書いてるわけですからの本当にあのなかなかない小説だしそれが素晴らしいってことは、まあ、同時代のねうん、うん、人たちから絶賛されているそういう意味では一応は幸せでしたねただあのその絶賛されてからまああの半年かもう1年も経たないうちにね亡くなるわけなんですけれどもね。 15回の講義を通してこの樋口一葉の世界にどっぷりと浸ってみたいなっていうふうに、えーうんえー、そうね非常に多面性を持ってるっていうこととね、うんえー、小説だけじゃないいろんなことがあるっていうこと、うん、そしてなんか人間的な気持ちがたくさん込められている人だなっていうのは分かりますので、うんえー、まあ放送大学の授業 っていうのはあの印刷教材とあと放送授業と両方ありますんでねこれはラジオ科目ですけれどもそれ相互補完性があるわけなんですねですから印刷教材に書いてないことも少し言葉をあの補いながらラジオの方でお話し,して解説する場合もありますし逆にラジオではあのちょっと触れてないけども印刷教材には書いて ああるっていうこともあるもので両方を学んでいただきでさらに、まあ、あの一応は本当に現代でも読み継がれているので文庫本なんかもたくさん出てますしね、うん、自分でまた読んでみるということがあの一番大事なのでそういう入り口になることを私はあの望んでますし、うん、楽しんで受講していただければいいなと思ってます。 島内先生ありがとうございましたどうもありがとうございますお話は教養学部で2023年度開講の人間と文化コースの専門科目樋口一陽の世界主任講師の放送大学島内裕子教授でしたなお肩書きなどは2023年2月現在のものですラジオ授業科目案内佐治真彦がお伝えしました